もしパートナーにちょっと不審な点があった場合っていうのは、感情が爆発する人間なんです。まあ革新的な何かがあれば僕も追求はしちゃうかな。怒ったりも泣いたりもせず、ただ事実だけを詰めて、自分と一緒にいる時間以外をそこまでこう追求するタイプではないので、笹野香織役を演じさせていただきました山下リオです。不倫をきっかけにこう人生がこうどんどん、変わっていくような、女性になってます。今回の見どころは、そうですね、そういう、まあ、不倫に正解不正解みたいな、難しい問題なんですけど、そういうのって、ないと思ってまして、まあ、悪いことは悪いことなんですけど、そういう、 こう人間の業を背負うみたいになった時に、こうやっぱり秘められてる人間のこう本性だったり本能だったり、そういういろんな一面がこう見られるドラマになっているのではないかなと思ってます。笹野拓也役の泉沢優希です。拓也は、香里の夫で、むつみちゃんの不倫してます。でも、まあ、不倫という悪いことはしてるんですけど不倫してますって言い方ちょっと良くないですね。不倫してるという役なんですけど、まあ、すごく素直で、憎めないキャラクターだなっていうふうに思って、まあでも自分もやりながら、すごくこう迷ったところもあるんですけど、でも素直に演じてればいいキャラクターになるのかなと思って、現場はすごく楽しく進めさせていただきました。三島睦美役を演じました今野彩香です。私が演じた睦美という役は、ある言葉をきっかけに自分の幸せをすごく追い求めていて、今の幸せだけを考えて行動するような役なので、こうずっと自分の幸せを考えつつ演じていました。三島京介役の佐伯大地です。京介役は、あんまり他人に興味は持てないというような感じの役どころで、僕自身は本当に他人に興味津々だし、三島京介という人間がそばにいたら嫌いなんですよ僕そういうような、なんだ、台本最初に読んだ時の印象で、でもだんだん彼もどんどん成長していって、ドラマの中でこう人として成長していくんですけど、あとドラマの内容もそうですし、なんか今の皆さんの挨拶とかもなんかあれなんですけど、本当はこの4人すごく仲がいいのでね、こういうふうに聞いて首かしげるってことは仲がいいって、はい、今日は楽しく、会見できたらいいと思います。よろしくお願いします。もしパートナーにちょっと不審な点があった場合っていうのは、追及されるのか、それとも見て見ぬふりをするのかとか、どういう対応を取られますか？私は結構プライベート感情が爆発する人間なんです。なのでもうそのまま大爆発してブラックホールに送り込みますはい、ブラックホールって久しぶりに聞いたわまあ革新的な何かがあれば僕も追求はしちゃうかなっていうふうに思うんですけど、でももうその時点でもうすぐに離婚っていう形になると思いますね僕は。はい、もう多分我慢できないと思うんで、なんかめちゃくちゃ怒るっていうよりは冷静にもう客観視して対応するっていう感じになると思います多分。はい、そうですね、まあなんか怒ったりも泣いたりもせず、ただ事実だけを詰めて、そうですね、そのまま多分
あの、はい、シャッターをこう閉じると思います。はい、連絡を取らなくなってしまうような連絡を取 ら,、まあ、取らないのももちろんですけど、はい、もうその視界に入れないというか、はい、自分のこの自分のこの生活上のテリトリーにもういないようにする、そのどっか出かけたりとかする場所とかご飯食べに行く場所さえもバッティングしないようなところに追いやるかな。ブラックホールには送らない。ブラックホール、まあまあ同じですよね。だからもう見えないようになる。違う意味のね、はい、見えないようになります。ブラックホールに送り込まれないように気をつけましょうね男性。いや僕はそうですね、その、うん、自分と一緒にいる時間以外をそこまでこう追求するタイプではないので、そういうことが起き、そういうことを知らないように生きていきたいですね。なんかな、でも知っちゃったらってことですもんね。知っちゃったら、まあ僕もそうですね、ブラックホールに送るかな。はい。